はい、こんにちは、佐々木ひかるです。というわけで、新エヴァ、終焉決定。はい、というわけで、オープニングからあれですが、新エヴァ、7月21日、終焉決定ということで、公式からアナウンスありました。3月の公開から約4ヶ月、我々をこんだけ楽しませてくれた新エヴァ、いよいよ最後なんですけれども、もうここに来てですね、新エヴァ関連情報がもうめちゃくちゃ出てまして、まあ、今回その情報まとめということでご紹介。まずはこの7月21日で、新エヴァラストだよというところと、これに合わせてですね、なんとビッグニュース、フィナーレ舞台挨拶ってことで、なんと、またもや舞台挨拶です。7月11日、まあ、新宿なんで、まあ、東京ですけれども、2回にわたって、登壇ということで、でまずは新次の岡田さん、美里の三石さん、リツコの山口さん、ケントの立木さん、そしてなんと庵野さん、東京っ子羨ましい。でさらにですね、今現在のツイッターとかの方でですね、この質問受付中ということで、庵野監督も登壇されますんでね、これちょっと物語に確認触れるような質問とかね、ちょっとじゃこじゃこしてですよ、もうこの際もう最後だっていうことで祭りということでね。いろいろちょっと確信に触れる質問とかですね、みんなでして、ちょっともうこれエヴァの分かんないとこじゃこじゃこ聞きたいっていうところもありますんで、非常に楽しみな舞台挨拶ですね。まあ、特に三石さん、山口さんもすでに舞台挨拶レギュラー化してますが、まあこのお二人がいると締まりますんで、まあ、非常に楽しみ。新次の尾形さんと玄度の立木さんもいるということで、もう超重要キャラクターの声優を務めたお二人もいらっしゃいますから、まあ、庵野監督はじめ、いやもう非常に楽しみな舞台挨拶です。でさらにですね、エヴァの公式の YouTube チャンネルで、7月6日来週の火曜ですかね、2部構成でなかなか特別な番組がやられまして、まずその火曜日の20時8時からですね、夜の8時、これまでのエヴァンゲリオン、そして、新劇場版の冒頭の18分、まあ、この2つについてはすでに公開済みですが、なんとさらに初号機 VS 13号機の特別メイキング映像約1分が公開されるということで、みたいなここに来て大放出やみたいな、まあ、もしかすると媒体が出た頃にはこれが特別映像として特典的についてくるかもしれないんですが、このタイミングでは非常に嬉しい。でさらに第2部、7月6日の第2部ではですね、この間やってました新エヴァンゲリオンのオールナイトニッポンのディレクターズカット版ということで、放送中に公開されなかったキャストのメッセージがなんと特別版で配信ということで、いやもうお祭りがもうね止まらない。お祭りがもう止まらないって話ですよ。これも嬉しい。で、さらにまあちょっと前ですかね、いよいよ Amazon プライムで8月13日より新エヴァ公開ということでね、ただし日本を除くということで。皆さんもご存知だと思いますけども、まあ、このねコロナ禍ということで日本以外の国ではなかなか上映ができないということもあり、まあ、ただエヴァンゲリオンは世界でもね人気ですから、まあ、そういった意味も込めて Amazon プライムで独占配信8月13日から、公開ということでございます。まあ、日本以外の地域ということで日本からは見れませんということなんですけれども、まあ、この素晴らしい作品を世界の方々でも、見ていただいてこの感動をね世界中で共有したいという気持ちもありますし、まあ、ただちょっとこのねAmazon プライムで、まあ、海外で公開されるということで、まあ、このタイミングなんでおそらく吹き替えとかではなくて日本語版なんじゃないかなって勝手に思ってるんですけれども、まあちょっと悪質なね、そういった方々が海外版のところで流出する可能性もありますが、我々ね、エヴァファンとしてね、うん、そういうのはちゃんと避けてですね、通って、我々日本人が見れるタイミングで、見れる時まではしっかりと待ちたいかなと思います。というわけでね、新エヴァ。7月21日で終わりということで、あともうわずかですが、はい、僕も4回見ましたけどもね、なかなかちょっとこれから先、僕ちょっと日程的に、まあ、個人的な時間とかですね、あと最寄りでやってる映画館とのこの時間の兼ね合いでもう1回行けるかどうかちょっと非常に微妙なんですけども、もう1回ぐらいは、うん、いつも僕は映画見るときはですね、この動画を作る頭で行っちゃうんで、どうしてもこうどうなってんな感じだって見ちゃうんですけども、最後の1回ぐらいはね、そういった横島な気持ちをなくして頭空っぽにしてエヴァを堪能して、うん、劇場の見れる機会は最後なので、見に行きたいなというふうに思っております。はい、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録高評価などよろしくお願いいたします。お相手は佐々木ひかるでございました。他のエヴァ考察や情報などは概要欄の再生リストからよろしくお願いいたします。それでは次の動画もサービス